正面築前町立立新い平和記念館は、福岡県朝倉郡築前町にある歴史資料館である。旧日本陸軍97式戦闘機、旧日本海軍0式環状戦闘機をはじめ、対戦中の資料約1800点が展示されている。世界で唯一の現存機体である日本陸軍97式戦闘機を復元展示旧日本陸軍の立ち洗い、 陸軍飛行学校の分校があった千蘭町には資料館があるにもかかわらず、本校の立ち洗い陸軍飛行場があった立ち洗いには何もないことから当時無人駅化のため取り壊される予定になっていた。天城鉄道立ち洗い駅の旧駅舎を利用して地元で建設業を営んでいた淵上宗茂により1987年4月、開館された。1996年には 博多湾から引き揚げられた97式戦闘機が展示されるなど、個人運用ながら積極的な展示拡大が行われた。その後、当時の三林町と安町の合併による合併特例祭を主な財源とし、休館前の国道5 0号線を挟んだ向かい側の高田地区に町立の博物館として設置されることになり、立ち洗い駅の休館は2008年に閉館し、 2009年10月3日、新たに、筑前町立立新平和記念館として開館した。新館の外館は格納庫を模した、いわゆる、かまぼこ型である。新館開館に伴い飛行機愛好家で作る、福岡航空宇宙協会が所有していた、旧海軍の零式艦上戦闘機32型が、寄贈された。97式戦闘機及び零戦32型は、 現存する世界唯一の実機である。1945年3月の立ち洗い大空襲の資料や犠牲者の遺影も展示されている。この遺影コーナーには撃墜された B-29 爆撃機搭乗員の遺影も展示されている。館内の写真撮影は01032型の未許可されており、それ以外の資料は97式戦闘機を含めすべて写真撮影禁止である。 急関令式環状戦闘機32型。ありがとうございます。